英検1級合格に向けた単語強化動画第79弾始まりです。視聴者の皆さんもできるだけ一緒に声に出して新しい単語をどんどん覚えていきましょう。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。 Let's get it started. Interminable. Interminable. 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Interminable. 正解は果てしない、限りない、長たらしい、だらだらと続くというような意味があります。Interminable. An interminable forest. 果てのない林。The argument is interminable. この議論は果てぬというように使います。ここに出して覚えましょう。果てしない、限りない、長たらしい、だらだらと続くを表す英語。Interminable. Interminable. Intermittent. 意味は何でしょうか。Intermittent. 声に出してしっかり覚えましょう。Intermittent. 正解は時々途切れる、断続する、完結性のといった意味になります。 Intermittent. Cloudy with intermittent rain. 曇り時々雨というように使います。時々途切れる、断続する、完結性のを表す英語。 Intermittent. 声に出して覚えましょう。Intermittent. Levy. Levy. 意味は何でしょうか。声に出してしっかり覚えましょう。Levy. Levy. 正解は川の堤防、土手、沖積堤、川の波止場という意味があります。声に出して覚えましょう。Levy. Levy. 川の堤防、土手、沖積堤、川の波止場。Levy. Snippet.意味は何でしょうか。スニペット。声に出して覚えましょう。スニペット。正解は、切れ端、断片、少し、わずか、取るに足らない人というような意味があります。スニペット。声に出して覚えましょう。スニペット of information。断片的な情報。スニペット of knowledge。断片的な知識といったように使います。声に出して覚えましょう。切れ端、断片、少し、わずか、取るに足らない人。スニペット。スニペット。インファントリー。意味は何でしょうか。インファントリー。ここに出して覚えましょう。インファントリー。正解は、歩兵、歩兵隊という意味です。ここに出して覚えましょう。インファントリー。マウンテッドインファントリーで、乗馬歩兵という意味です。ここに出して覚えましょう。歩兵、歩兵隊を表す英語。Infantry. Infantry. Flamboyant. 意味は何でしょうか。Flamboyant. ここに出して覚えましょう。Flamboyant. 正解は、燃えるような、ケバケバしい、派手やかなという意味になります。ここに出して覚えましょう。Flamboyant. Flamboyant.It is performed by women wearing flamboyant costumes and sick makeup. 華やかな衣装を着た厚化粧の女性が舞うというように使います。燃えるようなケバケバしい派手やかなを表す英単語。Flamboyant. ここに出して覚えましょう。Flamboyant. Calamity. 意味は何でしょうか。Calamity. ここに出してしっかり覚えましょう。Calamity.正解は、大きな不幸、惨事、悲惨な状態、惨禍といった意味になります。ここに出して覚えましょう。Calamity. Calamity. 大きな不幸、惨事、悲惨。Calamity. Threadbare. 意味は何でしょうか。Threadbare. ここに出して覚えましょう。Threadbare. 正解は、スレッド糸の見える、擦り切れた、ボロを着た、みすぼらしい、古臭い、陳腐なといった意味になります。声に出して覚えましょう。Threadbare. A threadbare overcoat. 擦り切れたコートというように使います。声に出して覚えましょう。スレッド糸の見える、擦り切れた、ボロを着た、みすぼらしい、古臭い、陳腐なを表す英語。Threadbare. Threadbare. 声に出して覚えましょう。Converse.意味は何でしょうか。Converse. ここに出して覚えましょう。Converse. 正解は、
談話を交わすという英語になります。これに出して覚えましょう。Converse。We converse in English. 私たちは英語で会話を交わす。We converse in English. 談話を交わすという意味の英語。Converse。これに出して覚えましょう。Converse。Incest。意味は何でしょうか？ Incest。これに出して覚えましょう。Incest。正解は近親相関という意味です。incest, incest, これに出して覚えましょう。incest, 近親相関。litter, litter, 意味は何でしょうか？ litter, これに出して覚えましょう。正解は散らかしたもの、ガラクタ、残物、クズ、乱雑、混乱、動物の根わら、植物の敷わら、といったたくさんの意味があります。Litter、声に出して覚えましょう。Don't litter your room、部屋を散らかすな、というように使います。Litter、散らかしたもの、ガラクタ、残物、クズ、乱雑、混乱といった意味があります。声に出して覚えましょう。Litter、Don't litter your room、部屋を散らかすな。Tang、Tang、意味は何でしょうか？ Tang、声に出して覚えましょう。Tang、 正解はピリッとする味、強い匂い、ギミ、頭、頭頂という意味もあります。ここに出して覚えましょう。 Tang、 Tang、 ここに出して覚えましょう。 Tang、 ピリッとする味、強い匂い、ギミ、頭、頭頂。 Tang。 Copious、 意味は何でしょうか？ Copious、 しっかりここに出して覚えましょう。 Copious、正解は豊富な、おびただしい、言葉数の多い、こまごま述べる、多作な、内容の豊富なを表す英語。Copious、 これに出して覚えましょう。 Copious。 Copious bleeding has greatly debilitated him、 出血多量は彼を弱らすというように使います。しっかりこれに出して覚えましょう。豊富な、おびただしい、言葉数の多い、こまごまと述べる、多作な、内容の豊富なを表す英語。Copious、 Copious、 これに出して覚えましょう。 Regiment、 Regiment、 意味は何でしょうか？これに出して覚えましょう。 Regiment、 正解は連隊、多数、大軍という意味です。 Regiment、 これに出して覚えましょう。 Regiment、 Regiments of tourists、 大勢の観光客という意味です。連隊、多数、大軍を表す英語。Regiment、 声に出してしっかり覚えましょう。 Regiment、 Regiments of tourists、 大勢の観光客。 Projectile、 意味は何でしょうか？ Projectile、 声に出して覚えましょう。 Projectile、 正解は投射物、発射体という意味です。声に出して覚えましょう。 Projectile、 特に弾丸ロケットなどの発射体、投射物を表す英語。Projectile、 これに出して覚えましょう。Projectile。 Pretext、 Pretext、 意味は何でしょうか？ What does it mean? Pretext、 正解は事実と違った偽りの口実という意味があります。 Pretext、 これに出して覚えましょう。 Pretext。 He remained home on the pretext that he was sick、彼は病気という口実で家に残って。口実を表す英語。Pretext。 He remained home on the pretext that he was sick。 口実を表す英語。Pretext。 ここに出して覚えましょう。 Operative。 意味は何でしょうか？ Operative。 ここに出して覚えましょう。 Operative。 Spy、 私立探偵という意味があります。ここに出して覚えましょう。 Operative。Russia has sent operatives into eastern Ukraine in an apparent bid to create a pretext for an invasion. ロシアは侵攻のための口実のために東ウクライナにスパイを送り込んだ。Operative、 スパイ、私立探偵という意味になります。これで覚えましょう。スパイ、私立探偵を表す英語。Operative、 これで覚えましょう。False flag、 False flag、What does it mean? 意味は何でしょうか？ False flag。 正解は
政府法人あるいはその他の団体が行う秘密作戦のことです。 False flag、 声に出して覚えましょう。 False flag、 政府法人その他の団体が行う秘密作戦のことを表す英語。 False flag、 声に出して覚えましょう。 False flag。 Autocratic、 意味は何でしょうか。 Autocratic、 Autocratic、 正解は独裁の、独裁的な、横暴なという意味になります。autocratic。取り出して覚えましょう。autocratic。autocratic government。独裁的な政府という意味です。取り出して覚えましょう。autocratic government。独裁政府。独裁の、独裁的な、横暴なを表す英語。autocratic。取り出して覚えましょう。autocratic。sack。意味は何でしょうか。What does it mean? S-A-C-K, sack. 正解は大袋、その袋分、袋という意味があります。sack。 その他に占領軍が都市を略奪するという意味があります。sack。 Put a city to the sack。 都市を略奪するというようにも使います。声に出して覚えましょう。大袋、その袋分、袋を表す sack。占領軍が都市を略奪するという意味もある sack。 声に出して覚えましょう。 Put the city to the sack。 都市を略奪する。 Recess。 Recess。 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Recess。 正解は休み、休み時間、休憩、休憩時間、議会の休会、学校の休暇、法廷の休演、奥まったところ、住み、壁のへこんだところといったたくさんの意味があります。recess。声に出して覚えましょう。recess。take an hour's recess for lunch。昼食に1時間の休み時間を取るというように使います。声に出して覚えましょう。recess。休み時間、休憩時間、議会の休会といって休みを表す英単語。recess。声に出して覚えましょう。take an hour's recess for lunch。prebarricade。意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。prebarricade。prebarricade。正解は、言い紛らす、言い逃れるという意味です。prebarricade。He seemed to prebarricate when journalists asked pointed questions。ジャーナリストが鋭い質問をしたとき、彼は言い逃れをしている様子だった。prebarricate。声に出して覚えましょう。言い紛らす、紛らわす、言い逃れるを表す英語。prebarricate。声に出して覚えましょう。prebarricate。warden。warden。what does it mean? 意味は何でしょうか。warden。正解は、管理人、監視員、監督官、刑務所長といった意味があります。warden。声に出して覚えましょう。warden。He works as warden of pool in summertime. 彼は夏の間、プールの監視員として働きます。管理人、監視員、監督官、刑務所長の意味を表す英語。warden。声に出して覚えましょう。warden。emphatic。emphatic。What does it mean this? emphatic。意味は何でしょうか？正解は、表現上の勢いのある、語気の強い、強固なという意味があります。emphatic。声に出して覚えましょう。I think it is too emphatic expression。私は強調しすぎの表現だと思います。というように使います。表現上の勢いのある、語気の強い、強固なを表す英語。emphatic。声に出して覚えましょう。emphatic。I think it is too emphatic expression。強調しすぎた表現と思います。というように使います。emphatic。tenacious。tenacious。意味は何でしょうか。これ出してみましょう。tenacious。正解は、しっかり握って離さない。意見主義などに固執して、粘り強い、頑固なという意味があります。これ出してみましょう。tenacious。tenacious。tenacious grip is not necessary to play golf。ゴルフをするのに硬い握りが不要ですというように使います。
tenacious 声に出して覚えましょう。しっかり握って離さない、固執して粘り強い、頑固なという意味になります。 tenacious。 commonwealth。 commonwealth 意味は何でしょうか。声に出してしっかり覚えましょう。 commonwealth。 正解は共和国という意味です。声に出して覚えましょう。 commonwealth 共和国。 commonwealth。 cluster。 cluster 意味は何でしょうか。クラスト、声に出して覚えましょう。フサ、同種類のもの、人の群れ、集団という意味があります。声に出して覚えましょう。クラスト、A cluster of grapes、一房のブドウ。A cluster of butterflies、蝶の群れというように使います。クラスト、声に出して覚えましょう。フサ、同種類のもの、人の群れ、集団という意味です。クラスト。Revity。Revity。意味は何でしょう。声に出してしっかり覚えましょう。Revity。正解は、軽率、気まぐれ、不謹慎といった意味になります。声に出して覚えましょう。Revity。Revity。It was a result of your levity。あなたの軽率の結果です。というように使います。軽率、気まぐれ、不謹慎を表す英語。Revity。声に出して覚えましょう。Levity。 Chisel。 Chisel。 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Chisel。 正解はのみ、たがね、彫刻術という意味になります。声に出して覚えましょう。 Chisel。 Chisel stone into a figure で、石を削って像を作るという意味になります。声に出して覚えましょう。 Chisel。 のみ、たがね、彫刻術という意味です。Chisel stone into a figure。 石を削って像を作る。Chisel。 Benign。 Benign。 意味は何でしょうか。これで調べましょう。 Benign。 正解は恵み深い、親切な、優しいという英語になります。 Benign。 これで覚えましょう。 Your tumor is benign, so don't worry。 腫瘍は陽性なので心配ありませんというように使います。ベナン、恵み深い、親切な、優しいを表す英語。ベナン、声に出して覚えましょう。ベナン。コンデンス、意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。コンデンス。コンデンス。正解は濃縮するという意味です。声に出して覚えましょう。コンデンス、濃縮する。 It is a condensed liquid。濃縮液です。というように使います。声に出してみましょう。condense。濃縮する。condense。deputy。意味は何でしょうか。deputy。声に出して覚えましょう。deputy。正解は、代理、代理人、施設という意味です。声に出して覚えましょう。deputy。his deputy has been largely running the business for the past year。彼の代理人が過去1年間主に事業を運営してきたというように使います。deputy、ここに出して覚えましょう。代理、代理人、施設を表す英語。deputy。blind hold、意味は何でしょうか。blind hold、ここに出して覚えましょう。blind hold、正解は目隠しする、覆うという意味があります。blind hold、ここに出して覚えましょう。Blind hold、 目隠しする、覆うという意味です。 Victim was blindfolded and saw no evidence at all。 被害者は目隠しされていて全く証拠を見ていなかったというように使います。目隠しする、覆うを表す英語。 Blindhold、 これに出して覚えましょう。 Blindhold。 Implore、 意味は何でしょうか。 Implore、 これに出して覚えましょう。Implore、 正解は懇願する、嘆願するという意味です。 Implore、 声に出して覚えましょう。懇願する、嘆願する。 Implore。 I implored to rethink it to company。 会社にそれを再考するように懇願した、嘆願したという意味になります。声に出して覚えましょう。 Implore、 嘆願する、懇願する。 Implore。 Kidney、意味は何でしょうか。キドニー、声に出して覚えましょう。
キドニー。正解は腎臓という意味です。声に出して覚えましょう。キドニー。キドニー。腎臓。声に出して覚えましょう。キドニー。エレイト。意味は何でしょうか？エレイト。声に出して覚えましょう。エレイト。正解は息を上げる。元気づける。得意がらせるという意味です。声に出して覚えましょう。エレイト。エレイト。While the wealth of wildlife elated me, it unnerved me as well. 野生生物の豊かさは私を高揚させましたが、それは私を不安にもさせましたというように使います。Elate. 息を上げる。元気づける。得意がらせるという意味があります。Elate. 声に出して覚えましょう。Elate. Unnerv. 意味は何でしょうか？声に出して覚えましょう。Unnerv.正解は気力を奪う、おじけづかせる、落胆、狼狽させるという意味です。 Unnerv 声に出して覚えましょう。 Unnerv While the wealth of wildlife elated me, it unnerved me as well. 気力を奪う、おじけづかせる、落胆、狼狽させる表す英語。 Unnerv 声に出して覚えましょう。 Unnerv ExorbitantExorbitant 意味は何でしょうか？声に出して覚えましょう。Exorbitant 正解は法外な、途方もないという意味です。声に出して覚えましょう。Exorbitant I got exorbitant request from customer. お客様からとてつもない要求を受けたというように使います。法外な、途方もないを表す英語。Exorbitant 声に出して覚えましょう。Exorbitant法外な、途方もない。Dissipate. Dissipate. 意味は何でしょうか？声に出して覚えましょう。Dissipate. 正解は散らす、消す、晴らす。表す英語。Dissipate. 声に出して覚えましょう。Dissipate. The concern I have for future was dissipated. 私が将来に抱いた心配は消え去ったというように使います。散らす、消す、晴らすを表す英語。Dissipate. これで試合を終えましょう。Dissipate. お疲れ様でした。英検1級合格に向けた単語強化動画。動画はここまでです。皆さんも一緒に声に出して覚えれましたでしょうか？そうですね。引き続き、英語力アップにつながる動画を上げていきますので、よろしく。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。See you again. Goodbye.